小宮山春香は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム系のメンバーである。同チームのキャプテンを務める。愛称は小宮春。千葉県出身。株式会社 DH 所属。2013年1月19日、AKB48 第15期生オーディションの最終審査に合格。2014年2月24日。 AKB48 グループ大祖閣祭り時代は変わる。だけど僕らは前しか向かねえ。で、AKB48 チーム4への所属及び昇格が発表された。4月18日、NHK 高校講座日本史の高橋秀樹が館長を務める高橋歴史女学館に歴史アイドルを目指す生徒役としてレギュラー出演を開始した。4月24日、 AKB48 チーム4サードステージアイドルの夜明けの初日公演で AKB48 チーム4の正規メンバーとして初のステージを踏んだ2015年10月25日派生ユニット虫カゴのメンバーに選ばれる2016年5月から6月にかけて投票が実施された AKB4845 シングル選抜総選挙で21位となり アンダーガールズに選出される。10月10日に開催された AKB48 グループユニットシングル争奪ジャンケン大会員神戸ワールド記念ホールで3位となりユニット選抜入りした。11月16日発売の AKB48 の4スシングルハイテンションで初めて表題曲の選抜メンバーに入った。2017年5月から6月にかけて投票が 実施された a k b 4 8 4イ t スシングル選抜総選挙で52位となりフューチャーガールズに選出される。12月8日に開催された AKB4812 周年記念公演において発表された組格人事で新チーム系のキャプテンに就任。2018年5月から6月にかけて投票が実施された AKB485th サードシングル世界。 選抜総選挙で、前年と同じ52位となり、フューチャーガールズに選出される。2021年8月23日、恋愛リアリティショーで、長編映画初主演。インスタ女王との異名を持つほど、インスタグラム用の写真撮影にはこだわりを持ち、AKB48 の冠番組、アビンゴ、では、小宮山のインスタ映えする、写真撮影テクニックが紹介された。 キャプテンとして初めての公演である小宮山チーム系リセット公演の初日を2018年7月6日に迎えゲネプロ後のメディア取材に対して不安で重圧を感じていたことを語って涙する場面もあった次の足跡に収録ここがロドスだここで飛べに収録0と1の間に収録サムネイルに収録僕たちは あの日の夜明けを知っている2、収録研究生、パジャマドライブ公演チーム4に ND ステージ、手をつなぎながら公演チーム K ウェイティング公演2、最終ベルが鳴る公演ポーガン、チーム4、アイドルの夜明け、公演、岩本テルを、青春はまだ終わらない公演、高橋樹里チーム4、夢を死なせるわけにいかない公演木崎チーム B、ただいま恋愛中公演リバイバル公演、僕の太陽公演、 サムネイル公演、小宮山チーム K、リセット公演、僕の夏が始まる公演、ありがとうございます。